MLB、今永翔太は28日までにポスティング手続きへ、5年、総額112億円の契約か。20日、同21日には、オリックス山本由伸投手、25が申請を終え、すでに45日間にわたる本格交渉がスタート。今オフの FA 先発市場で8位にランクされ、複数球団が興味を示している今永の場合、山本の約1週間後に開始する見込み。同記者はメッツ戦が高大投手、30と同程度の5年、総額7500万ドル、約112億、5000万円前後の契約になると予想している。山本を考えるとしょぼく感じるな。比べるなら有原だろ。ああ、もう30か。山本は若いからな内容で落ちるのは仕方がない。千賀と同レベルの評価は疑問。前年の選手が成功してるとどんどん金額が上がるのよ。逆に割り振ったのは青木とか。日本の時の何倍ももらえるならそりゃ行くわな。30歳の投手に大型契約か。今季大活躍した千賀滉大に感謝だな。今オフの FA 市場は先発投手不足という運も味方した。儲かるなメジャーリーガーは。円安だし笑いが止まらんだろ。左投手というだけでなく奪三振の多さが評価されているようだ。懸念材料は非本塁打の多さ。成績は千賀より劣ると思うけど、千賀が日本人の価値を高めたから千賀クラスの契約にはなる。千賀も今永も高校まではごく普通の地元の公立校だったのが地味にすごい。 WBC 決勝でアメリカ相手に好投してるしな。本気で今永を狙ってるチームはバウアーに色々聞いてると思うわ。皆さんは今永選手の評価どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。